一番先の予報、12月1日、木曜日、夜8時ですね、フィリピン、微細諸島の東の海上にあります台風25号、パカーの後方となる熱帯低気圧の等圧線、中心気圧は927ヘクトパスカル、周辺の最大風速、気象庁の階級でいう、非常に強い勢力を示す、指しす毎秒45メートルを表しております。ただ、日本列島の本州はおろかですね、この位置を見ますと、沖縄地方、つまり沖縄方 本島島島び先島諸島南西諸島も含めて12月1日の時点ではまだ暴風警戒域にはギリギリ入って ていない位置に駒を進める進路予となっておりますえそれではこの先が非常に気がかりなところなんですがこの続きをトルピカルティビットの同じ gfs モードで見ることができますトルピカルティビットの gfs モード表示時刻が12月1日の夜9時から続きを見てまいりましょう中心気圧920ヘクトパスカルの台風25号パカーの後方となる熱帯低気圧の東圧線日本列島からは遠く離れたフィリピンのビサヤ諸島の東の 会場にあります北西の方向へ進みフィリピンのルソン島に上陸したかに見えるのが12月の3日朝9時の予報ですねそしてこの後南シナ海へ抜けていき徐々に徐々に衰退をしながらですね南シナ海を南西の方角へ向かって し衰退をながらですね消滅一歩手前の状態これがですね、一番先の予報、12月7日の夜9時の予報となっております。中心気圧が1006ヘクトパスカルですね。まあこれはあくまで予報上での進路予想なので、実際この通りになるかどうかあというのはその時になってみないとわからないというのがありますが、しかしながら日本列島の本州はおろか、 沖縄地方南西諸島先島諸島沖縄本島へも接近してこない進料層となっております台風速報台風速報の時間がやってまいりました2022年11月20日火曜日 朝5時03分31秒現在の最新情報を速報でお伝えしてまいります。ご覧いただいているのはウィンディーの GFS モード。アメリカ海洋大気町のあの気象モデルをベースとする GFS なんですけれども、日本列島の南東の海上にあるこちらの等圧線ですね。す、え、で、ー、に台風の規定値である毎秒17メートルを超える最大風速19メートル、20メートルを指し示しております。こちらの等圧線。これは台風ではございません。中心気圧は990ヘクトパスカル。えー気象庁の 天気図を見ましても、ですね日本列島の南東の海上にあります、こちらの低気圧ですね。えー、前線を伴って おりますこれは台風ではない低気圧であるということがお分かりいただけようかと存じます。実はですね、これは台風ではないんですけれども、22日火曜日の朝5時の時点で、このマーシャル諸島のあたりですね、ここに,ここに台風25号、パカーの候補となる熱帯低気圧のさらにその前進となる熱帯上乱の低圧部がすでに発生しているんですね。非常に分かりづらいんです。 ですがこの辺りですねここの辺りこのりりにすでに台風25号パカーの候補となる熱帯低気圧の等圧線さらにその前進となる活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部この位置にあります。 周辺の最大風速、まだ台風の規定値である毎秒17メートルには到達しておりませんが、これが今後どのように変化、成長、発達していくのか見てまいりましょう。日本列島からは非常に遠い位置にありますマーシャル諸島ですね。日本列島のある位置に旗、フラッグを立てておきます。この位置にご注目をください。 現れてきました、えー、マーシャル諸島の西側、カロリン諸島の東端、27日の日曜日朝4時の予報では中心気圧は987ヘクトパスカル、周辺の最大風速、早くも台風の規定値である毎秒17メートルを超える22メートルを指し示している予報が描き出されております。日本列島からはですね、非常に遠い位置にあるので直接的な影響はないものと考えられます。えー、進路予想は徐々に徐々々にに西,西の方が 精神してフィリピンのルソン島の方角へ向かっていく新流層が描かれております。 成長発達をしながら、北西の方角へ向かい始めるのが、11月の30日から12月1日木曜日にかけてですね、フィリピンルソン島、ルソン島のあります方角へ向かっているんですが、このですね、台風が日本列島へ近づいてこない、この理由、根拠をご説明申し上げます。GFS モードですね、一番先の予報からちょっと戻って、 でここののの日本列島のある位置にこの旗フラッグを立てておきます。気圧モードで見ていきますと、台風がですねえ、徐々に徐々に日本列島へ向かって近づいてこない理由、気圧の谷ができる日もあるんですけれども、非常に発達して、 この高気圧群バリアですね、小笠原気団とそれから洋子高気団、えー、太平洋高気圧と移動性高気圧、えー、これらがですね、えー、交互に入れ替わり立ち替わり、えー、日本列島の上空にまで張り出してきてですね、えー、この高気圧群バリアを形成していることがお分かりいただけるでしょうかこれらの気圧のバリア高気圧群バリアがしっかりとですねがっ ちゃんこと合体した状態を維持し続けながら日本列島の上空にしっかりと張り出して、えー、日本列島を台風から守ってくれている状態が続いていくというような予報になっております。これもあくまで予報なんで実際この通りになるかどうかわかりません。わ、えー、かりませんけれども、これらの発達した高気圧群バリアがしっかりと日本列島を ガードししていいる状態がお分かかりいただけますでしょうか、えー、それでは、ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースします ECMWF モードでも見てまいりましょう。日本列島のある位置に旗、フラッグを立てておきます。でこちらの等圧線ですね、えー、ECMWF モードでも日本列島の南東の海上に表示されております。えー、台風、一見台風にも見えなくない、見えなくもないと圧線となっておりますが、えー、気象庁のですね、えー、現在の台風情報、更新してみましても、台風情報 は発表していませんという表示がなされておりますので、これは台風のみでなく、その前身となる卵、熱帯低気圧も発生していないということになっておりますので、これは台風ではないということですね、気象庁の天気図でも、こちら、前線を伴う低気圧であることがお分かりいただけますでしょうか。本日夜9時のの予想でですす。ね。前線を伴う低気圧が北東の方角へ進んでいく新流走となっております ECMWF モード、一番先の方ですね。12月の一日、木曜日の夜8時まで GFS モードと同じ時刻まで見ることができるんですがあ、太平洋の大海原ですね。フィリピン海。不穏な動きが全くない、非常に平静かつ、平穏な静寂を保ったままの太平洋。 の大海原が描かれている予報となっております。5日間予報のアイコンモードでも見てまいりましょう。この等圧線も一見すると台風に見えなくもないんですが、<ー>南岸低気圧になる可能性はありますが、台風の等圧線ではありません、えー。台風発生の兆候は現れないアイコンモードと ECMWF モードとなっております。 ェ f スモードだけがですね、このように台風25号、パカーの候補となる熱帯低気圧の等圧線が現れてくる最新情報となっておりますが、まあ、いずれにしましてもですね、日本列島はおろかですね、本州のみでなく沖縄地方、それから沖縄地方、先島諸島南西諸島にも近づいてこない予報となっていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。 米軍の最新情報も見てまいりましょう。衛星画像の時刻、イシュータイム、発行時間が11月21日18時000ですから、日本標準時に修正しますと、本日22日火曜日の 午前3時時点の衛星画像ということになります。点線の枠内がアビリーピエイテッドパシフィックウエスト、北西太平洋の海域になるんですけれども、台風の発生地域ですね。えー、南シナ海に一つ97ウエストの黄色い警報円が出されております。えー、24時間以内に台風に発、えー、熱帯低気圧に発、 発達する可能性は非常に低いものの監視対象となる警報員ですよという97ウエストのこの黄色の輪っか、ローですね、1、えー、つ表示されております。まあ、心配ない米軍の最新情報ということになりましょうか。 海面水温の実況も見てまいりましょう。11月20日ですね。2日前の海面水温。日本列島がありまして、その南の海上ですね。えー、フィリピンの南東の海上、えー。台風25号、パカの候補となる熱帯低気圧を等圧線が現れ始める。こちら。 マーシャル諸島及びカロリー諸島のあたり、まだまだ海面水温高いです。真っ赤っからマックス30度の海域もありながら、台風発生の条件の一つである海面水温26.5度以上を指し示す27度、28度、29度の海面水温がかなり広い範囲にわたって分布している点に十分にご注意をいただきたいと思います。 今後1ヶ月間の予想ですね。11月、12月の20日まで見ることができるんですが、日本列島の南の海上、海面水温25度の場所がだいぶ多くなってきております。これから徐々に徐々に海面水温下がり始めるんですが、しかしながら台風25号、パーカーの候補となる熱帯低気圧の等圧線が発生するフィリピンの東の海上、 マーシャル諸島及びカロリーン諸島のあたりはですね、まだ海面水温が高い状態が維持され続けていることが、この海面水温の予想図からもお分かりいただけたのではないでしょうか。えつまり、台風発生の条件の一つである海面水温26.5度以上の海域がまだまだ広いエリアにわたって維持され続けているということを伺わせる海面水温の予想図となっています。台風速報。それではまとめに入りましょう。 えー、GFS モードのみで、えー、表示されているこの台風25号、パカーの候補となる熱帯低気圧の等圧線ですね。えー、マーシャル諸島、そしてカロリン諸島のあたりから、えー、発生をしてきまして、えー、西の方角へ進み始める進路予想をたどりますがあ、日本列島の本州はおろか、えー、沖縄地方へは近づいてこない進路予想であることがあお分かりいただけましたでしょうか。 ただこれはあくまでも現時点での予報の上でのお話です。えー、今後予報がくるくるうー変わっていきますし、まあ、予報がどのような形で示されようともですね実際にどうなるかというのはその時になってみないとわからないという点がございます。 ですから、あくまでも一つの目安にしかならないんですけれども、一応台風25号、パカのーの候補となる熱帯低気圧の等圧線、えー、発生の兆候として頭片隅に、えー、留めておいていただければと思います。ということで,今もで、今後もですね、当、え、台、ー、風速報チャンネルは台風に関する最新情報のみでなく、積雪ですね、積雪及び降雪に関する最新情報も 速報でお出ししてままいります台風の動向及び降雪積雪積雪の動向が不安で心配で夜も眠れない方またそうでない方もです、ね、ぜひぜひチャンネル登録の方をしていただいて 台風及び降雪、積雪に関する最新情報を速報で入手していただくことによって防災に最大限にお役立て、ご活用をいただければと思います。最新情報を速報で入手していただくことが防災に最大限に作用するということですので、これこそがですね、当台風速報チャンネルのメインコンセプトでもあり、趣旨でもあります。 ぜひチャンネル登録の方をしていただいてですねご自分の身そして大切な人の身を災害自然災害から守っていただければと思います私からは以上となります